はい、てんくん。今日はおはようの動画はなかったね。朝のスローモーションしかないね。今お昼ご飯を食べて戻ってきたとこですが、じゃんくんは少し興奮気味です。今何はしゃいでたの？はい、またこのパターン。はい、どうぞ。はい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 。黒犬パパの喉の方はですね、昨日ライブに出て散々でした。2曲歌ったくらいからもう喉が枯れてしまってガラガラ言っていてですね、結局高血圧の薬を、1週間近く止めてみましたが効果なしと、まあ単なる、疑いをかけただけということでした。なので昨日の夜から高血圧が下がるやつねを、飲んでいます。さて、いよいよわからないので、そのうちちょうどコロナウイルスが流行り始めたあたりから、悪化しているので、まさかワクチンを疑ったりなんかしてっていうふうに、だんだん変わってくるとはあまりにもね、素人考えが過ぎるのでですね、また病院に行ってみます。で、恥ずかしがらずに、専門医を紹介しようかと言われたら紹介してもらうことも考えます。なんせね、ライブ今度6月には2人で1時間歌わなきゃいけないんですよ。2曲目で僕の喉が潰れたらですね、マオイママさんが残り8曲ほど一人で歌わなきゃいけないので、それは嫌だと言われたのでですね、頑張ります。病院に。今日はなんか少し寒いんだよね。昨日の、夕方ぐらいから寒くてですね、また安価出ました。今電源も入っています。変な天気。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、いい返事ができるね、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、ジャン君、ジャン君、はい、ジャン君、ジャン君、ポンちゃん、はい、ちゃんくん、
らないの。はい、じゃあここかな。はい、どうぞ。ありませんよ。やっぱり来るんね。不思議ちゃん。また寝る時間になりました。なんで毎日一回寝なきゃいけないのかね。なんかピンと合わないけどね。ジャン君、あら、ジャン君もピントが合ってないぞ。ここか。お。さあ、じゃあ布団を敷いて寝ることにしましょうか。ワンちゃん。じゃあ。おやすみなさい。